変わります。種明かし良くない。ボーン。はい、今日はカード当てに飽きたあなた、このマジックをやってみてはいかがでしょうか。お楽しみください。実演、赤5枚、黒5枚使用します。これ目印ね。こっちは黒で、こっちは赤っていうことです。いきます。黒、赤、黒、赤、交互にします。赤の上で振ってあげると、全部が赤くなります。もう一度いきましょう。赤、黒、赤、黒、黒の上で振ってやると、全部が黒くなります。今度は赤いカード1枚を黒いカードの間に、そして黒いカード1枚を赤いカードの間に差し込みます。どっちか持ち上げて重ねてください。そしたらよく振ってください。そうすると赤と黒が綺麗に混ざります。はい、では解説していきます。似通った赤いカード5枚、黒いカード5枚を用意してください。それぞれ1枚ずつのカードをこのように出します。残りを揃えて、このように広げたら、1枚ずつすり替えを行います。デックをこのようなネクタイポジション立てた状態で1枚ずつをこのようにすり替えるだけです。こちらが黒でこちらが赤ですと言いながらすり替えます。このように揃えた状態で見せて立てておくときにすり替えれば構いません。しっかり喋ったりミスディレクション等をかけてください。そしたらこの状態のままひっくり返しておきます。今お客様はこちらが黒いカード、こちらが赤いカードだと思っています。そしたらまず右側から1枚置きます。これは実際赤です。1枚目は見せられません。残りの3枚は見せられます。赤、黒、赤と言って、交互にしましたと言います。そしてこの4枚を取り上げて赤いカードの上で振ってあげると、全部が赤いカードになりますと言って、ここでエルムズレイカウントを行います。そしたらこちらの4枚はこちらに重ねてしまいます。もう一度行きますと言って、今度は左側から1枚。これは見せられません。残りは見せられます。黒、赤、黒と言ってこのように重ねます。この4枚を取り上げて今度は黒いカードの上で振ってあげると言ってエルムズレイカウントを行うと全てが黒くなったように見えます。そしたら次にこの一番上のカードを取り上げて赤いカードをスクープして赤いカードをまず上から3枚目に入れます。そしてどさくさに紛れて一番上のカードを一番下に回して揃えます。このまま裏向きにして置いておきます。今度は黒いカードを入れると言いますが、このまま見せてしまうととんでもないことになってしまいますので、一番上のカードを取り上げてスクープしてひっくり返した状態で一番下のカードを下げて、この間に入れます。そしてひっくり返します。あとはどっちか好きな方を重ねれば揃うというものです。例えばお客様に片方を持ってもらってこのように重ねさせます。そして振ってもらうと赤と黒が揃うというマジックになります。オイル&ウォーター的なものですが少し変わったトリックです。オチもしっかりついていますので覚えておくと非常に重宝すると思います。ぜひやってみてください。はい、今日のマジックいかがだったでしょうか。なんで変わるか意味がよくわからないので、セリフや演出を工夫してみてください。お客様が疲れない素晴らしいトリックだと思います。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。